それ文字式の計算に入っていきましょう。まずは復習です。この式は上の式は4ですこれは実は中学校1年生の時にこの式を簡単にしなさい簡単にしましょうっていうのをやったんやけど覚えてるかなやり方。どうしたらいいかというと文字のこのまとまりのことはこうといってね 文字の項は文字の項同士で足し算引き算することができました。そしてここちょっと1つしかないけど数の項は数の項同士で計算することができましたんやね。なのでここでは 6a とス2 a を合わせるので6引く2で 4a になるんやね。 a が4つとことです。そしてここ数字の部分は計算せずにそのまんま持ってくればいいので 4a たす4になりましたこれは大丈夫かな覚えているかなそれじゃあこっから新しい内容ですこれはどうなるでしょう上の式との違いは文字が2種類あるんやねまずはこの 6a とマイナス 2a ここの部分はどっちも A の項です。変わりません。ただ、ここの4の部分が 4B になっています。プラス 4B とマイナス 5B になりました。それじゃあこれ、どうなるでしょう簡単にしたら。まあ、勘のいい人は気づきそうやね。同じ文字の行動詞を 足し算引き算してあげればいいんですなのでこういうふうに同じ文字の項のことを同じグループ同じ種類の項なので同類項と言ったりします同じ種類の類に項やねなのでここで言ったら 6a とマイナス -2a は同類項になってるし プラス 4b とマイナス 5b も同じ文字の項なので同類項ですということができますなので同類項同士足し算引き算してあげたらいいんですどうなるか A の部分は変わらんよね 6a-2a で 4a です, a a で a です B の部分はどうなるかっていうとプラス 4b とマイナス 5b なので4-5したらいいね マイナス一やから一を取ってマイナス b。四 a 引く b が答えになります。え、こういうふうに二種類の文字が混じっている時でも。同じ文字の子同類項同士を足し算引き算してあげれば。簡単にすることができるんです。まあ、これを同類項をまとめると言ったりします。それじゃ、早速練習問題三つやっておきましょう。 同類項をまとめていきます。まず一番。マイナス X プラス 4Y プラス 2Y 引く X。X 同類項をまとめます。まずは、X 同士。マイナス X とマイナス X なので、これはそれぞれマイナス 1X ってことやね。なので合わせるとマイナス 2X になります。そじゃあ次。 y の項 y の同類項はどうなるかっていうとプラス 4y プラス 2y なので4たす2で 6y ですマイナス 2x プラス 6y が答えになりますそれじゃ次2番で3 x 二乗足す5足す x 引く5 x 二乗プラス 2x え今度は x の二乗が入ってるんやけどこの項はどうしたらいいかっていうと この x 二乗は x×x のこと x2 つかけてあるのでこっちらの1つの項とは一緒にしちゃダメです一緒にしたらあかんなのでどうなるかっていうと x 二乗の項は x 二乗の項同士です x の項は x の項同士ですこれで足し算引き算してあげたらいいんですなので x 二乗の項は3く5で -2 x ². 2> x の項は1と2で3になるよねなので答えはス2 x ス3 x ですそれじゃ最後三番今度は項を見てあげると a の項は1個しかないねけど 2b の項と 整数も2つあります数の項で足し算引き算できそうです。なのでまず a はそのまんまやからマイナス a としときましょう。そして次はプラスの 2b とプラス 8b なので2たす8で 10b になります。そして最後はマイナス5たす9でこれはプラスの4やね。 なので3番のた番答えは a こういうふうにして二つの複数の文字の項があっても同じ文字の項同士同類項同士は計算をしてまとめてあげることができるんです。